これで終わりか。傷一つなくことを済ませるとは、この子を見ていると天才と呼ば、あと少し、ほんの少しで私のもの。第4章蛇結成。どうですか、サスケ君は。いい感じだわ。私好みの忍びになってきている。それでは。ええ、近く転生の儀式を。オロチマル様。これは体がだいぶ衰弱なさっている。これだとランク10の薬を投与しないと。ボロボロだわね、この体。薬を取ってきます。少々お待ちください。転生の儀式、早めないとまずそうね。私に何か用？もうあんたに教わることは何もない。ここで始末する。やっぱりそうきたわね、オロチマル。あんたは俺より弱い。言うじゃない、うち派のひよっこが。ひよっこじゃなきゃ手に入りそうになかったんだ。イタチが無理だった。だからひよっこの俺を狙ったんだろう。だが所詮あんたには無理な話だった。ウチハのどんな天才も、いくらあんたでも、ウチハを前にすれば凡人になり下がるんだ。オロチマル、あんたじゃ俺に勝てない。もはや俺の体を手に入れることなど不可能だ。舐められたものね。いくら吠えたところでひよっこはひよっこなのよ。見せてあげようじゃない、あなたと私の力の差を。やってみろ、お前じゃ無理だ。ここまで私をコケにしたのは。サスケ、その体いただくわ。戦闘開始。くだれ。その程度か。拍子抜けもいいところだ。なんだ、ここ。ここは私の中にある異空間。ここで転生の儀式を始めるのよ。さあ、いただくわ。
車輪が、ついにあの力が、ウチハの力が私先生の儀式を受け付けない。 ありえない、そんなこと。ここは私が作り出した空間よ。オロチマル、お前のいかなる術もこの目の前で分かってるはずだろ。もうこんな血を這いずる蛇が空を飛びたいと夢見たところで所詮無理な話。それでもどうにかしたいと巣の中のひよっこを狙っていたお前が逆に狙われていたのさ。これから空高く飛び立つ鷹の目にな。こんなことがあってたまるか。私は不死のオロチマルだぞ。こんなところで私はこの世を解き明かすもの、すべてを手にするもの。私はお前の力、俺がいただく。兜か。オロチマル様、まさか君は。やつは俺を狙っていたが、逆に俺がやつのすべてをいただいた。それじゃあオロチマル様はもう宣言通りだ。さあ、俺についてはいくよ。
戦闘開始。少し痛めつけた方が良かったか。戦闘開始。任せ。ウクライナ。お次はどうしよう。俺の話を聞いてもらう。これから俺の目的を言う。俺の目的は暁の内葉イタチを始末することだ。そこでお前たちの力を。やっぱりね、ある程度は想像できてたよ。今後、俺たちは4人で動く。別にお前たちに仲良くしろとは言わないが。これより、我ら正体はヘビと名乗る。もちろん、ヘビの目的はただ一つ。内葉イタチだ。お待たせしました。よし、これで全員集まったな。まだヒダンとカクズが見二人はやられた。ほう、そうですか。あのゾンビコンビもやられるんですね。それでやったのは木の葉の連中だ。カカシとキュービの人中力の正体にやられた。へえ、強いですね、その正体。後々戦わなければならない相手だ。それでは今回は解散。待て、まだ話は終わっていない。何です？もう一人。いや、もう一人誰です？オロチマルだ。暁を抜けて10年、始末する手間が省けたというところですか。しかしあのオロチマルを倒すとは大した手だれですね。誰がやったんです？内葉サスケだ。やりますね。さすがはイタチさんの弟だ。チッ、オロチマルはオイラがぶっ倒すと決めてたのによ。今仲間を集め回っている。というと？お前もよく知っているだろう、霧隠れのホオズキ兄弟。あれの片割れだ。水月か、懐かしいですね。それに天秤の十五もいる。せいぜい気をつけろ、イタチ、キサメ。内葉サスケに、ホオズキ水月、
それに天秤の15か。先輩、そいつらいろいろ面白そうだな。え、もしかして狙うんすか？人中力で。オイラが倒すはずだったオロチマルをやった。行くぞトビ。旦那の代わりに暁に入ったってんなら少しぐらいオイラの役に立て。出てこい、何者だ。あららら、見つかっちゃいましたよ、デイダラ先輩。よくオイラたちに気づいたな。どうも。その装束、お前たちは。トビって言います。新人なもんでよろしく。あ、それとこっちが先輩の。うるせえよトビ、お前は少し黙ってろ。はい。お前が内葉サスケね。こんなガキにあのオロチマルがやら。シャリンガンか。やっぱりこいつイタチ。オロチマルをやれたのも内葉の血統に恵まれただけの勘違いやろうが。いい目で睨みやがってるぜ、タビ。こいつはいじめがいがありそうだ。はあ、イタチさんに後で謝らなきゃ。お前たちにはイタチのことを喋ってもらう。オイラに勝てたらいくらでも喋ってやるよ。イタチの情報を話してもらう。もうダメだ先輩、この人動きが早すぎっすよ。僕らじゃ叶いませんって。さっさとイタチさんのこと喋っちゃいましょうよ。バカなこと言ってんじゃねえ。まだまだ始まったばかりじゃねえか。まだやる気なんす。トビ先輩、ここからは本気で行く。お前は邪魔だ。もう諦めましょうよ。そこの仮面の言う通りだ。これ以上の戦闘に意味はない。お前の負けだ。さっさとイタチのことを教えろ。おいおい、もう勝った気でいんのかよ。
舐めやがって。てめえのその余裕はすぐに消える。てめえは俺の芸術の前にひれ伏し。見せてやるぜ。とっておきの芸術ってやつをな。おいらがこんなやつに。答えろ、イタチはどこに。お前もギリギリじゃねえか。この勝負オイラの勝ちだな。おいおい、この状況少しは動揺してみろよ。てめえ、これからオイラの芸術でぶっ倒されんだぜ。そういうとこがムカつくんだよ。クール装ってんじゃねえぞ。その目だ、その余裕こいた目が目障りなんだ。オイラの芸術を否定するかのような、その目が許せねえ。オイラの芸術を見て少しの驚嘆も表さないその目が、オイラの芸術を無視するその目が許せねえんだよ。元からそんなもんに興味はねえよ。それよりイタチの居場所を教えろ。どこまでも舐めやがって。究極芸術、最大最強最高の爆発をお前に見せてやる。まさか今までにない爆発はこの地に今までにない傷跡を残し、そしてオイラの芸術は今までにない賞賛を受けるだろう。あがいても無駄だ。爆発からは逃げられねえぜ。お前はここで消し飛ぶ運命だ。さあ怯えろ、共感しろ、絶望しろ、泣きわめき。オイラの芸術は爆発だ。今度は何事です？デイダラがやられた。あらら、またメンバーが減っちゃいましたね。彼は結構強かったと思いますが。それでやったのは？内葉サスケだ。
またですか。思いのほかやるようだな、イタチ。お前の。それで、あと一人、トビのやつはどうしたんです？あいつは、デリダダの爆発に巻き込まれたようだ。陰鬱なこの組織の場を和ませるという、大した能力を持っていたんですがね。あの程度の男ならば、いくらでも補充は効く。デリダダは惜しかったがな。何にせよ、今後のサスケの行動には注意を払っておけ。特にイタチとキサメ。わかりました。肝に銘じておきましょう。それでは俺は行く。せめて静かに。さて、私たちも行きましょうか。時が来たか。ああ、問題ない。これが白蛇の力か。で、次はどこへ向かうんだよ。前の調査で何か情報を得ることはできたのか。暁に関してはいくつか掴んだけど、イタチについてははっきりしたものはなかったよ。うちもだ。俺は動物に語りかけ、イタチと思われる人物の情報をいくつか入手した。それによると、どうやらこの先の土地で奴と思われる影を見たらしい。十五、今すぐに案内しろ。ってことになるよね。イタチ、お前がどこにいようと見つけ出し、この手で蹴りをつけてやる。行くぞ。